はい、どうもこんにちは、ほのかです。今回ですけども、なんか段ボール届いてて、スタッフさん何も言ってくれないんですけど、開けてみたいな、サプライズか誕生日じゃないんですけど、で今から開けていくんですけど、なんかもう開いてるんですよ。しかもなんかめっちゃ軽いっていう。ちょっと見てみます。え、なんか紙1枚入ってます。実は7月11日にオリックス戦の始球式をさせていただくことになりました。始球式投げれるんですか？投げれるんですか？え？始球式投げるらしいですよ。なんでこわざわざ、なんで段ボールに入れたんですか？なんかオリックスさんからいろんなグッズが届いて、ユニフォームとかも届いてるんですけど、ちょっと今から着替えてきます。イエーイ。ちょっと今着替えてきたんですけど、これめっちゃ可愛いんですよ。そう、中の服見えてるんですけど、めっちゃ可愛いピンクと青で、私青めっちゃ好きなんですよ。青、しかもなんかこれもなんかめっちゃガチで。で、皆さんにお知らせがあるんですけど、私が出る始球式、7月11日のオリックス戦を、このメル TV 見てくれてるこの画面の目の前の方、無料で見に来れるらしいです。イエーイ。無料で観覧できる条件なんですけど、このチャンネルを高評価、チャンネル登録してくれてる方のみです。で、先着100名様にこのタオル無料でプレゼントできるらしいです。先着100名様は指定席で見れます。100人超えたとしても内野自由席に案内できるっていうことで、めっちゃ近くで見れるらしいです。私投げるんで、試合のついでに見に来てください。ほんまに無料で見れるんで来てください。無料好きですよね、大阪の人。高評価チャンネル登録しておいてください。概要欄にも詳しく書いてるんですけど、チケットの受け取り場所が京セラドームの3階中央プラザの特設受付で受け取りができます。受付時間が4時半から7時までです。はい。段ボールにいろいろ入ってたらしくて、今からちょっと紹介していこうと思います。めっちゃ可愛いんですよ、これピアス。これ青やし、これ青、私もつけていくんで、気になった方、織姫の方は買っていってください。これもめっちゃ可愛い、迷彩とピンク、ピンクがめっちゃ蛍光っていう、こんな感じ。あ、ちょっと前髪が。ピンクだけじゃなくて、このゴールドとかもあるらしいです。可愛い。このキャラクターのぬいぐるみと、いちごキャンディー入ってるんですよ、これ。ポーチだけじゃなくて、いちごキャンディーも入ってるよって。はい。で、あとシュシュ、ピンクの迷彩みたいな感じになってめっちゃ可愛いです。夏暑いんでね、これ、送りましょう。あと、風船7回を。7回攻撃前にはネイビーってありますね。7回攻撃前にはネイビーです。はい。で、なんか本もいただいたんですけど、当日までにいろいろちょっと見て、参戦ボール投げようかなと思います。好きな方はこれ買ってみてください。あとちょっと今紛れてたんですけど、フェイスシールもあるらしいです。キラキラしてるやつ。あとこれも。ちょっとあんまり野球とかもしたことなくて、ボール投げれるかわからないんですけど、頑張るんで、7月11日暇な方、時間ある方、無料なんで、ぜひチャンネル登録して、チャンネル登録と高評価して来てください。では7月11日、京セラドームでお会いしましょう。バイバーイ。